朝鮮料理協会は朝鮮民主主義人民共和国の社会組織。北朝鮮の国家的支援の元料理専門家らにより1988年8月6日に設立された。平壌市普通航空駅楽園道に所在し、朝鮮の民族的食文化の発展と北朝鮮の料理水準の向上、そして北朝鮮人民の食生活の向上を主たる目的として活動している。 協会の組織には最高指導機関である、全国理事会のもとに料理技術の指導を担当する技術指導委員会があり、技術指導委員会は5つの分科会を持つ。このほか、地方組織として、地域協会、司会、分会があり、分会はさらに職場の作業班単位に分かれる。東急事業料理技術の向上と高級料理人の育成のため審査基準を設けて料理人の 料理スキルを審査し、スキルに応じて料理人に等級をつける事業を行っている。コンテスト事業料理技術の向上を目的として、年に数回全国規模及び地方規模で料理コンテストを開催している。最も大規模なコンテストは、毎年4月に行われる祝日料理宿典である。出版事業。 四季民族食べ物、朝鮮料理全集全十巻いずれも朝鮮料理、協会全国理事会発行。伝統的な朝鮮料理と近代的な朝鮮料理合わせて約6000種類のレシピが記述されている。雑誌、朝鮮料理レストラン事業玉流館1960年8月13日に開館したピョンヤン市中区域の大道構想いに、所在するレストラン。 ピョンヤン冷麺を代表料理とし、朝鮮労働党幹部の宴会や、外国人重要人物の接待に多く利用される。北朝鮮だけでなく、大韓民国においても有名な店である。近日生の70歳の誕生日を記念して1982年4月17日に、開館したピョンヤン市中区域登場堂に所在するレストラン、エスニック料理を専門とし、玉流館ともに、 北朝鮮を代表するレストランである。上記の2つのレストランを含め、平壌を中心に21のレストランを運営している。ウェブサイト事業2012年3月14日に、ウェブサイト、諸村料理を開設し、朝鮮料理協会の活動内容やニュース、朝鮮食文化の歴史、朝鮮料理のレシピなどを提供している。ありがとうございます。